はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、黒角瓶がね、終売になる可能性があるということで、まぁ、ちょっとまだ定かではないんですが、ね、また、俺の好きなウイスキーが消えてしまうということでね、サントリーの43度、アルコール度数が高い黒角瓶ですが、残念ながら、ね、なくなるということで、お葬式です。で、こちら、ちょっとね、小瓶に入れといた、サントリーの黒角。で、冷凍庫で、キンキンに冷やしときましたんで、これ見た目はバランタインなんですけど、これをですね、ハイボールで。やっぱ黒角はハイボールっしょ。黒角はハイボールなんだな。まあ、冷凍庫でキンキンに冷やしとくと甘みが増すんで甘くなる。またなくなるんだよ。俺の好きなウイスキー。ハイボール要因としては非常に優秀だった黒角瓶ですが、残念ながら。ね、多分終売になる。おそらくですけど、まあ、終売になるではないかなと。まあ、大体、なんとなくそんな感じはするんですよね。なぜかその理由としては、なぜか黒角瓶じゃない、黄色角瓶と白角瓶がですね、リニューアル発売されるという。なぜか黒角瓶はリニューアルしないっていう。何それ?というね、ニュースがありましたんで、サイトに載ってたんで、ね、おそらく、黒角瓶がはぶられて多分終売するんではないかと。確か、3月ぐらいに、そのリニューアル?あー、うまい。あー、うまい。黒角瓶はね、普通の規格に比べると、黄色角瓶に比べると、スパイシーさが弱いんで、弱くて、香りが弱い。その代わりに甘さと、コクというか、コクかな?が強いんです。で、俺は黄色角瓶もハイボールにしたら、まあ、割とうまいんですけど、あれはね、ちょっと、スパイシーな香りが強すぎるかな、とは思います。うまい。まあ、これなくなったら、黒角なくなったら仕方ねえから、ハイボール要因として、企画でも飲むかと思ったんですけど、まあ、3月ぐらいに、値上げするということでね、角瓶が、すべて値上げされるってなってました。何でもかんでも値上げ値上げでさ、またさ、消費税来年に 10% とかになるでしょ?消費税とか上がって、さらに原材料の高騰とかもあって、ね?どんどん上がっていき、そして、給料は上がんないって。もうやだ、この国。この国俺やだ。俺、どっかアメリカあたりに逃亡したいんだけど。国外逃亡したいわ。マジで。勘弁してくれと。本当に。なんでこの日本はなんかやけに。だいたい不況なんだからさ。不況なのになんでお前値上げ値上げなんだよ。頭おかしいだろ。ああ、でも唯一安いのがあったわ。
最近唯一安いのが、あれです。ガソリン代。あれ、110円切ったもんね。こっちの田舎でも110円切った。切ったかな ?108 円とかだもん、確か。あれは唯一安い。助かった。ね、何年前か、数年前までは、いくらあれ ?150 円とかしたもんね。160円ぐらいいったもん。いや、安くなったもんっすよ。マジで。3000円出せばお釣り来るからね。前は5000円出さないとお釣り来なかったね。3000円だと足りなかったんですよ。安くなったもんだよ。本当に。だって値段150円、160円だったのが、3分の2まで下がったもんね。その頃の3分の2だもん、値段。これは安いわ。うん。まあですが、酒は値段が上がり。上がって、まあ、値上げっつってんだからね。まあ上がってんでしょうけど。日華ウイスキーも、値上げ?日華はもともとほらね、まあ、この前値上げしたでしょ。だから値上げして、で、サントリーもそれに、追従する形なのか。じゃあ、あっちが値上げしたから、とりあえず、値上げしようみたいな感じなんかわかんないけど。値上げしたでしょ?だから、買うウイスキーって言ったらもう、国内のは買う。買うことはない。もう、海外だ。外国の。なんで外国のさ、スコッチの方が安いんだよ。なんで国内にいるのにさ、輸入送料とか、送料っていうか輸入料とかかかるわけでしょ。それなのになんで海外のやつの方が安いの?おかしいだ。ほんまにふざけんなと。本当にふざけんなよな。すべての発端はあれだよ。マッサンの影響だ。すべてはマッサン。で、にわかファンが増えた。ウイスキーのにわかファンが増えた。にわか。もうしょっぱなから、あ、ウイスキーか、じゃあ飲むか。みたいな。で、じゃあ何買おうか。とりあえず高いものを、あれ、山崎にしようぜ、みたいな。とりあえずザキヤマにしようぜ、とか。じゃあ竹鶴17年かな、みたいな。まあ初心者はまずおとなしくね、ブラックニカクリア飲んどけ。マジでそっから始めてくれ。本当に味もよく分かってもいねえのに。竹鶴12年なんてお前100年早いわ。本当に。いきなり竹鶴12年とかさ、山崎とか飲むなんてお前。ご法度ですよ。まずは1000円以下でしょ。まずは1000円以下のウイスキーを飲む。これです。別にね、俺は、その、なんていうかな、にわかの人をけなしてるわけじゃなく、やっぱりね、最初はね、安いウイスキーを飲んでいかないと、舌がね、
もうわけわかってないのに、いきなりさ、生まれて初めてさ、例えばさ、生まれて初めて食ったのが、高級フランス料理とかだったら、どうですか？ね。そういうことだよ。これがどんな味かっていうか、味のその、ハの字ちゃうわ。いろはにほけとのさ、いの字もわからんのにさ、ね。いきなりね、高いものを食っちゃう。飲んじゃう。これダメです。やっぱり。物には順序ってのがある。ああ。まあね。そうしないと、本当にうまいものが、うまいと感じない。図に終わってしまう可能性が高い。あ、これで普通なんだと。高い、うまいものを、あ、これが普通なのねって、なる。そういう味覚にね、育っていっちゃうんです。だからダメなんです。初心者はおとなしく、初心者らしく、ね、いきなりね、高いものを選ばずに安いものから飲んでいかないとわからん味は。俺はそう思います。まあ反論としてはもうあると思うんですけどね。まあ、いきなりブラックニッカクリアとか、いきなり角瓶とかまずいやつを飲んでしまったらどうする？それで離れてっちゃう。っていう人もいるんですけど、それで離れるんだったらむしろその方がいいんですよ。なぜなら、その程度のにわかだったから。所詮その程度のにわかファンだったっていうことです。所詮ね。そういうことです。本当にそういうこと。うん。例えばゲームとかでもそうですよ。ね、クソゲーをやりました。初めてやったのがクソゲーでした。じゃああなたは、これがゲームの本質のすべてなんだって思いますでしょうか？たった一つやっただけで。たった一つのゲームをやっただけで。あ、これがすべてなんだって思う人いないでしょ？絶対他にも面白いゲームがある。まだたくさんあるんだから、ね。もっといろいろやってみようぜ。思うわけです。だから最初の一発目で、あ、まずい。もうやめた、だったら、もうそれでいいんです。まあ事実俺は角瓶の黄色か、を最初に飲んで、まずで、言って、1年間ぐらい、ウイスキー飲まなかったんですけど。1年間だったかな。2年ぐらいだったかな。飲まなかったんですけど。いや、待てよ、と。思ったわけです。いや。多分あれはまずかった。もっとうまいウイスキーがあるに違いない。ね。一番売れてるウイスキーだから、うまい。まあ当然角瓶なんてめっちゃ売れてる。ジャパニーズだって一番売れてるんじゃないか。ウイスキーですが、一番売れてるウイスキーだから
うまいなんて確証はないわけです。まあ、例えて言うならば、ゲームに例えるならば、まあ、例えばドラクエシリーズでね、一番売れた、ドラクエ確か9が一番売れてるんだっけ ?9 だったかな ?9 が歴代売上ナンバーワンなんですけど、売上販売台数、販売本数ね。じゃあ9をやって面白いっていう人が、どれだけいるか。逆に面白くないっていう人だっていっぱいいるわけですよ。それと同じなの。今やってる俺がゲームやってます。FF8。だってあれ FF で一番売れたタイトルなんです。なのに、なぜか一番人気がない。クソゲーというやつだって5万といるわけです。それはなぜか。所詮一番売れてるから。一番売れてる?イコール。逆に中古の、その、ね、中古で例えば、どっかに売りに出される数の方が、だって一番多いんです。だから FF8 は100円とかでそこら辺に売ってるわけですよ。ね。ドラクエ7だと同じ。あれは一般的にはクソゲー扱いされてますが。ね、あれ、歴代2位ですからね。売上、ドラクエ本数。そんなもんなんです。うん。まあ、ということでね、黒革命皆さん、まあ、下手したらですけど、あくまでこれは暫定、確定情報ではありませんが、まあ、3月ぐらいにね、多分情報が出ると思うんですけど、まあ、おそらく未確認情報ですが、黒革命が下手すると、終盤になってしまうということなんで、まあ、ね。まあ、転売中の方は、ここにはいるかわかりませんけども。まあ、転売中の方を擁護するわけではありませんが、まあ、欲しい人は早めに買っといた方がいいかもしんないですよ。ということ。はい、チーン。ご愁傷様でした。黒角今までありがとう。今まで俺のハイボール人生を送らせてくれてありがとうございました。それではご視聴ありがとうございました。